ジェットレーサーにとっては真剣勝負の場だけど、観客にとっては年に一度のお祭りだからね。お祭りか。ということは屋台とかもあるんだよね。レースが終わったらミサちゃんといろいろ見て回りたいな。って今からそんなこと言ってたらダメだよね。レース後のことを考える余裕があるのは悪くない。緊張しすぎても実力は出せないから。ミサちゃんは緊張してる？そりゃ多少はね。じゃあはい、人これ飲んだら緊張しなくなるよ。え、飲む？でもそれってリンの手のひらだろ。いいからいいから、私たちコンビなんだし、せっかく書いたんだから。はい。ありがとう、緊張がほぐれたよ。うんうん、でもさ、これだけ人がいると気合が入るね。四十員たちの姿が見えないの。どこ？私たちが A ブロックで、かぐやさんたちは B ブロックだったよね。ああ、四十員たちは水流界との対戦だ。水流界っていのりさんたちのチームだよね。どうしよう、どっちにも勝ってほしいな。他のチームのことを考えている暇なんかないよ。私たちの1試合目は。雲海サーファーズ、武士は合戦前に名を名乗るというでござる。エミリーたちも日本のしきたりに従って試合前に挨拶に来たでござるよ。うん、一回戦はよろしくお願いします。大切なフレンズとはいえ手は抜かないでござる。それが礼儀というやつでござるからな。こっちもそのつもりだ。全力で勝負しよう。絶対負けないんだからね。それを聞いて安心したでござる。これで気兼ねなく勝負できますな。イエーイ、最高のデュエルにしましょう。時代ここにあった城は攻守ともに手強かったそうだ。この直角カーブの連続、試合運ぶの肝はどのあたりになるのでしょう。カーブを制す者はレースを制す。いかに連続カーブをさばききれるかが市ヶ谷ウォーターゲート最大のポイント。ミサちゃん、マシンの操縦は任せて。雰囲気に飲まれそうだ。でも練習で積み重ねたことを発揮すれば私たちは必ず勝てる。うん、私もそう思う。ミサちゃん頑張ろうね。この組み合わせになったのは運の尽きだ。ビクトリーは全部私のものだ。負けられない戦い、ここにあるでござる。
リスクなくしておかずらなし、今でござる。まずは一勝だ。ジェニファーたちの敗北です。ベリベリベリー残念です。やはり忍者はストロングでござった。残念無念、また来年でござる。仕方ありません。エミ、来年の神田川杯は絶対優勝しましょうね。もちろんでござる。勝者にエールを送るです。プレイプレイ神田川ジェットガールズ、寿司天ぷら神田川ジェットガールズ。ありがとう。二人の分まで頑張るね。最後まで応援するでござる。必ず優勝するでござるよ。そろそろ B ブロックも決着がついた頃か。ドレスと水流界、どちらが勝ってもおかしくないが。事件事件、マジで事件。やばいやばいって。真夏さんにゆずさん、どうしたんですか、そんなに慌てて。
界。なんかドレスが試合に来なくて連絡もないんだって。あんな決勝で会おうって言ってたのに。早くレースで試したいね。